久保さん、田舎、いいっすよね。はい。まあ、今回、田舎、まあ、環境田舎という環境うーん、まあ、環境の、環境に金を払えにしましょうか。環境に金を払えと。まあ、あの、田舎暮らしするのにも、まあ、引っ越しするのにもお金かかると思いますし、まあ、僕も鹿児島行くときね。 あの、お金なかったんですけど、なんとか作って鹿児島行きましたけど。<laughs> まあその環境、まあ、ん、リアルで言うならば引っ越しするのにお金かかるじゃないですか。まあ環境を変えるのにお金かかりますよね。だけど、環境を変えるっていうことは自分の人生の中でかなり重要ポイントだと僕は思います。環境を変えるっていう。どこで住むのか、どこでやるのか。 まあ、住む場所に関してはね、サラリーマンやられてる方はね、あの、別にあの、いきなり住む場所変えることは結構難しいと思うんですけど、その作業をする環境は変えられるはずなんですよ。作業をする環境ですよね。これは変えられるはずです。でね、特にネットビジネスなんかは地味な作業しかないんですよ。 今僕なんかはカメラに向かってただ独り言を喋ってるだけですし、久保さんもカメラに向かって独り言を喋ってるだけなんですよ。独り言です。誰も前にいないです。前にいるのはカメラです。<laughs> めちゃ地味ですよ。ブログ書くのもキーボードをカチカチ叩くだけなんですよ。で、セールス動画を撮るのも一人だし、セールスプレゼンテーション資料を作ったりするのも 一人だし、ステップメール、メール、メルマガ作るのも一人だし、とにかく地味です。とにかく地味。誰も見られてないんですよ。で、その、ほとんどの人が挫折する理由って、この、誰にも見られてないという環境だと僕は思うんですね。ね、なんで会社で仕事ができるのかっていうと、誰かに見られてる、感じされてる、だからやらないといけないっていう状況になってるから、嫌な仕事でもできると思うんですね。 まあ、ごく一部ね、内から出てくる人間っていうのは別にどんな状況かでも、まあできるんですけど、なかなか内から湧いてくる、あの湧、湧き、湧き水み、うんうん、なんか湧き水みたいなね、久保さんみたいな。あと僕、僕も湧いてくるけど環境を作ってますね。僕、どちらかというと湧く部分もあるけど環境を作ってるって感じですかね。うん。まあ、やらないといけない環境ですね。僕の場合は。僕結構怠け者なんで、 まあそれすげえ自分で理解してるんですよ。めちゃくちゃ怠け者で、やらなくなったら極端にやらなくなるんで、だからもう極端なんですよ、とにかく。やるときぐわーやるし、やらないときはもうとにかくやらないんですよ。ほんと夏休みの宿題は、あの、6年間、毎6年間最後ですね。夏休み宿題。<laughs> 計画通りにあの宿題なんかできない人間なんで。まあそれベースにあるんで、それは変えられない部分はありますね。 うん、で、そのやる環境っていうのはどういうことかっていうと、結局その、あまあ僕もそのブログ書くとかなんか地味な作業をするときって、あのー、カフェ、えー、なんかコーヒー飲めるところだったりとか、まあ僕タバコ吸うんでタバコが吸えるコーヒー屋さんとか、あとなんかそういう場所を変えるんですよ。だけどね、高いんですよ。 あのー、コーヒー屋さん。タバコが吸えるコーヒー屋さんって。<laughs> 今結構ね、プレミアなんですよね。タバコが吸えるコーヒー屋さんって。結構高いところしかないんですよ。うん。でもそれでも、僕はそれで仕事の効率が良くなるので、そこにお金払ってでも、あのそこでやるっていう。とにかく終わらすってことですね。おその作業を終わらす。うん。た例えばこの前もその、 そうそうそう、久保さんに動画送るためにね、あの、DVD のあの、あ金太郎だったり、桃太郎が忘れてましたけど、<laughs> なんかそこのね、3時間1000円ぐらい払ってね、久保さんに動画撮るためにね、1000円払って、その DVD 見ないけど、あの、入りましたからね。で、なんかあの、あの、DVD 借りてきてくださいとあ はいっ、つって DVD 借りてきて、7万円ぐらい借りてきてね。で、借りるってなったら一応らえらやんだよ。時間かかって <laughs> まあいいや。<laughs> でも結局動画撮ってて、あの、そんな見る時間なかったんですけど。だからそのうん、なんだろうな。そこに別に無料でもできるんだったらやればいいと思うんですよ。自宅でね。あのー、一人で、あの、湧き出るものがあって、モチベーション上げて、うん今、自分のうん家、家でね。 誘惑テレビある、誘惑の食べ物ある、誘惑のベッドある、そんな誘惑だらけのタコで自分に負けずにできるんだったらやればいいと思うんですよ。みんな多分できないですよね。<laughs> みんなそれができないじゃないですか。だから、あの、やらないと何も始まらないし、やらないと資産も何も作れないですよね、ネットっていうのは。だから、お金をかけても、 終わらすその作業を終わらす、ブログを書くとか、動画を撮るとか、動画もね、家で撮れない人、いてるんであるならば、まあよく、あの、家族と住んでるっていう方は、なんか、集中できませんみたいによくいただくんですけど、じゃあその今だったらね、その DVD の、その、あの、なんだ、まあアダルトビデオ見るとこなんですけど、<laughs> そこ、防音ですから、まあ1000円ぐらいかかりますけど、うん。でも、1000円払ってですよ 1000円払って他のお客さんはアダルト DVD を見てる中動画を撮るんですよ。これね、クソみたいなね。しかも1000円ぐらい払ってるんで、それで撮らないってことはありえます僕ね、考えられないですね。それで1000円払ってまで動画撮りに行って動画撮らないみたいなね。どんだけだよみたいな。うん。そう。だから、あの、 特にノートパソコンなんかをどこでも持ち歩けるんで、まあ、喫茶店に入る目的が、コーヒーを飲む目的じゃなくて、ブログを書くという目的でね、入って、パソコン広げてね、コーヒー頼んで、有料で頼んでね。それで記事書かないってことあり得ますあんまないと思いますね。そこでなんか、怠けて寝るとかね。<laughs> 家だったら別にね、テレビ見るとかね、あ,あ、ベッド横になろうとかね。 ちょっとお酒飲んじゃうかなとかね。めちゃめちゃなんかいろんな誘惑あるじゃないですか。勝てますか勝ててないですよね、みんな多分。<laughs> だからライズアップが必要ってことです。うん。なんでライズアップ売れんですかって話じゃないですか。だってみんな痩せる方法知ってるじゃないですか。自己管理ですよね、痩せる方法って。久保さん、ど,どうですかね痩せる方法って自己管理以外なんかあるんですか 摂取,カロリー摂取カロリーと消費カロリーのバランスでしかないのでなんか摂取してないけど太るっていう現象はありえます多分ないですよこんなの自己管理じゃないですか摂取と摂取した分と消費するカロリーのバランス感覚ですからこれを自己管理していくかどうかなんですよでもみんな自己管理できないからライズアップに行って管理してもらわないと痩せられないんですよね で、痩せたいんだったら金払っても、その、そこの場所を、環境を、身を投じるってことが大事ってことです。だから別に金払わなくてもできる人はやってくださいって話なんですよ。ダイエットなんか特にそうですよ。本当に僕は思うんですけど、あのーし、摂取と消費のこのバランスでしかないと思ってるんで、摂取してないのに太るっていうことがあるんだったら、それは多分科学的におかしいですよね。 うん、多分謎の人間ですよね。摂 <laughs> 取してないけど太ってくっていうね。どっから栄養取ってんねんみたいなね。うん。だから人間って、あの、まあ,あ、ごく一部の人はね、家から出てね、どんな環境でもね、うわーってできる人もいるんですけど、それは一部の人間です。ほとんどの人は、あのできないんですよ。だから、ネットで稼ぎたいんだったら、まず作業をしなければ始まらないんですね。 何かブログを書く、動画を撮る。この作業をしない限り何も始まらないです。稼げないです。何も稼げないです。じゃあその作業を終わらせないといけないですよ。じゃあその作業を終わらす環境に身を投じるってことですね。そこに、そこに金払ってでもいいんで、とにかく終わらしていく。日々終わらしていく。これが大事です。やるんじゃなくて終わらすんです。もう一度言いますね。やるんではなく終わらすってことです。終わらせる環境に行くってことですね。 だ自宅でできないんだったら、あのい、会社の帰り、ファミレスかなんかどっかでもいいんで寄って30分でもいいんで、なんかブログの記事書くとか。で、そこから帰ってくればいいじゃないですか。そしたらプライベートでみたいなね。家帰ったらプシュってビール開けてなんかアマゾンプライムでも見ればいいじゃないですか。でもその前に終わらしとけばいいんですよ。だからプライベート空間とネットビジネスの環境が一緒だから、 これなかなかね、多分続かないと僕は思いますね。プライベートの環境と、例えばね、うん、分かりやすく言うならば、温泉旅行行くじゃないですか。温泉旅行行ってネットビジネスやるぞっていうね、結構難しくないですか。いや、僕とか久保さんはできるんですけど、な旅行に行ってるんですよ。まあ、普通にプライベートで。プライベートでよ温泉に行ってて、ネットビジネスうわーっていう、動画うわーって撮れる人ってあんまいないと思いますよ。 え、温泉にゆっくり浸かりたいですよね <laughs>。プライベートって言ってんだから。うん。でも家ってプライベート空間じゃないですか。うん。まあ、ちょっと温泉っていうね、まあ、よくみんなが行ったりとかすると思うんで、まあ、ちょっと出しましたけど、だからその作業を終わらす環境を自ら作っていく、もしくは当時、あの、行くっていうことが大事ですね。うん。もう本当ね、環境が全てだと思います。 ま、これ植物でもそうですよね。あのー、なんだろうな。うん、米じゃあ米で米の、じゃあ土、土の環境だったりとか水の環境が悪くて米って育ちます育たないですよね。まあ、米に限ったことじゃなくて植物ってそうじゃないですか。雨ばっかり降ってたら枯れちゃうし、ああ腐っちゃうのかな。晴れ、晴れてばっかりいても枯れちゃうし。だから環境ですよね。 植物が育つ環境ですよね。適度な日光、適度な雨、水分がないと育たないっていう。その環境が大事なわけじゃないですか。うん。ということで、環境に金を払えっていうことですね。言いってらっしゃい。